シトニーさんのような女性はこうどうですか？僕結構大好きですよ。はい。これ冗談抜きで本当に、冗談抜きで？冗談抜きで本当に、こんなこと言って大丈夫ですか、王子。いや、大シ丈ト夫ニーです。さん、シトニーさん、ファンからシトニー、お前ぶっ殺すって今、コメントいやいやいや。放送作家の島津です。よろしくお願いします。今回はですね、こちらのメンバーに来てもらっております。よろしくお願いします。こんばんは。はい、よろしくお願いします。今回はですね、スペシャルゲストをお呼びしております。誰？女性ファンがめちゃくちゃ多い方なんで、お二人の言葉次第ではシトニーぶっ殺すぞてめえみたいなコメントも出る可能性があるんで、気をつけてくださいよ。いいですか？はい、それぐらい女性ファンが今日見てるんで、お願いしますよ。ではすごいかお呼びしましょう。今回のスペシャルゲスト、この方です。シイタカ王子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうも、王子です。嬉しいタカ。出ました、嬉しいタカ。嬉しい、よろしく。こんな似合う人がいたのかっていうぐらい似合いますね、またね。ありがとうございます、本当に。はじめまして。初めまして、よろしくお願いします。すごいんですよ。王子の印象どうですか？私、一瞬マヤミキさんなのか、うん、そうなんですよね。ちょっと宝塚系の、ね、そう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 、匂いを感じるじゃないですか。はい、はい、その通り、はいはい。王子は男性ですよね？僕は男性です、はい。あ、そう、男性なんですよね。そうなんです。そこも確認しとかないと、いや、ひょっとして綺麗な女性が男装をしてるのかなと思うね。ちょっとパッと見わかんないですよね。まあちょっとね、まあ初登場ということなんですが、王子、はい、お仕事は何されてるんですか？普段はですね、僕は、ね、自分で曲を書いて詩を書く、シンガーソングライター。今回実際ね、王子が歌っている動画、あ、ちょっとお借りしたので、皆さんちょっとね、はい、本業のね、かっこいいところ見てください。一人の夜でも平気な女と思っているなら、それはナンセンス。愛した人から寂しいよ、綺麗に可愛い思われたくない、だからカッカッカッ、いつもより少しだけ明るめの目にをこの唇に塗るのよ。素敵、今夜会うあの人は一度でもその赤さに目を惹かれるかしら。いや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 、これはコンサートとかライブですね。そうなんですか。はい、梅沢富美男さんみたいな、こうなんかお金でできたこう花束みたいなのこう渡されたりするんですか？そういうことはないんですか？それはさすがにないですね。それはないですね。はい、じゃあ王子ね、ちょっとまあ、はい、言いづらいかもしれないけど、はい、こうシトニーさんのような女性はこうどうですか？僕結構大好きですよ。はい、これ冗談抜きで本当に、冗談抜きで、冗談抜きで本当に、こんなこと言って大丈夫ですか、王子。大丈夫です。シトニーさん、ファンからシトニー、お前ぶっ殺すって今コメントいやいやシトニーさん、役職王子一筋でしょ、シトニーさん。もうシトニーさんは役職王子でしょ。ちなみにですよ、王子に、はい、もしね、まあ、この番組通じてですけど、今見てる方ね、はい、王子に会いたいとかになった時にはどこに行けばいいんですか？基本的には SNS にこう細かく書いてるんです。ツイッターだったり、なるほど。あと他に必ず今のところ毎月行かせていただいてるのが、栃木県にある那須塩原の、うん、大江戸温泉物語ホテル、大江戸温泉物語というところに、はい、こちら行くと生王子に会えるということですね。はい、会えますので、はい、わかりました。会いに来てください。王子の生を見たい方、ぜひね、那須塩原行ってください。はい、会いに来てくれたまえ。
ああ、いいですね。いいですね。キュン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 してますね。シドニー、君のことが好きだよとか、ちょっとサービスで一回ぐらいだけ言っていただけます。シドニー、君のことが好きだよ。いいね。朝からテンション高くていいね。はい、わかりました。ありがとうございます。さあ、ごめんね。今日はですね、そんなね、シンガーソングライターである王子、スタイルが抜群です。そんなね、王子の肉体はどんな食事にこだわったらできるのか、今日はですね、そんなわけで王子がこだわる普段の食事、そちらをご紹介いただきたいと思います。では王子、王子が普段、こだわってる食事教えてください。はい、平飼いの卵を毎日食べる。はい、平飼いの卵っていうと、いわゆるゲージで育ててない鶏が産んだ卵っていうことですよね。そうですね。で、肥料もすごくなんかこだわっていて、はいはいはい、はい。遺伝子組み換えじゃないものとか、うん、例えば魚とか海藻類とかをたくさん食べてる鶏だったり。鶏ちゃんがいるわけですね、はい。どっか決まった農園とかがあるんですか？そうですね。僕は北海道、僕は出身なので、北海道からわざわざ取り寄せて、ここなんです。小林農園っていうんですね。はい。ここの農園の卵が、まあ、とにかく美味しいんですよ。卵が美味しいって、味が濃ゆいってことですか？大体卵って買うと、こう、うん、スーパーで買う卵だと、どうしても生臭かったりとか、うんうんうん、どうしてもなんか、そうで、生卵で食べた時とかもそうなんですけど、うん、ゆで卵にしてもちょっとどうしても臭みが出るんですけど、小林農園さん の卵を食べると、匂いがとにかくないんですよ。うん、そうなんですか。全然違うんですか。明らかに違いすぎて、そこからも小林農園さんから頼まないと、ちょっとスーパーではなかなか僕は買えなくなりました。普段どれぐらいのペースで買ってんですか、それは。1ヶ月に1回のペースで届くんですけど、うん、大体80個ぐらいを。え？あ、1ヶ月80個買っちゃうんですか？買っちゃいますね。そんなに金額高くないんですよ。いや、高い。え、そうですか。平飼いの卵って結構いいお値段するじゃないですか。それの80個って言ったら結構、段ボール1個分までいかないぐらいか。そうですね、までいかないんですけど、すごくあれですね。まあ、今、だんだん値上がりしてるじゃないですか。うん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 、うん。その値上がり高いからね。考えると、さほどそんな変わりはないですよ。80個でどれぐらいですか、ちなみに。大体、はい、50個で3500円とか。ぐらい。まあ、100個だったら6000円。ぐらいですね。なんすか、はい、冷蔵庫に全部入れてみたいなことになってんすか、それが。そうです。だから僕の冷蔵庫の中は基本的に卵で埋め尽くされてるという。そうですよね。そうなりますよね。なりますね。まあ、はい、じゃあそれはね、まあどうやって食べてるんですか、じゃあ。納豆と混ぜて、うん、とか、あとは卵単体で生卵が美味しいので、そのまま卵かけご飯にしたりとか。やっぱ、まあそうなりますよね。そうなりますね。ね、平飼いの卵でせっかく美味しいのをね、スクランブルエッグにしたらちょっともったいないですよね、逆にね。それはさすがにちょっとできないですね、僕は。あ、やっぱ生卵として。そうですね。シドニーさん聞いてる？シドニーさん、生卵だって。さすがにちょっとスクランブルエッグとかにはできない。唯一できるとしたら目玉焼きぐらいですね。やっぱ色とかも違います？色が、レモンイエローっていう色なんです。一番黄色い、レモンに近い黄色なんです。はい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 。こんもりした感じの。こんもりしてるんですよね。こんもりした感じの。まゆみさんね、生卵平気ですよね。全然大丈夫ですし、私今王子の話聞いてて、うん、ごめんなさいね、勝手に王子っていうからすごい遠い存在の人っていう言葉が。そうね。食べかけご飯とか納豆って言ってくれてちょっと嬉しかったのと。ちょっと、うん、王子食べるんですよ、納豆。庶民意外なとこはね、うん、日本人の朝を持ってるんですよ、王子は。そうで、イメージはね、卵入れるちっちゃい、なんかこう、ワイングラスのちっちゃいやつみたいなのに、ゆで卵ポンと食べて。はいはいはい。パチッパチッってやってね。うん、レストランにちょっとあるようなね。こうパチッパチッって。うん、ああ、わかる。いや、そういうイメージだね。ちょっと王子に納豆って確かにちょっと似合わない感じがね。
ただ、なんか客がそれに嬉しくなっちゃって、あ、一緒に分かるみたいな。ちょっと距離感がね、だいぶ縮まった和製王子がいるよね。なんかエスプレッソになんかクロワッサンみたいな、なんかイメージ的にはそうだけど、そうじゃないです。納豆食べますよ。なんか青汁王子じゃないけど、納豆王子とかね、生卵王子になりましょう、そこではね。でもさ、そうですね。ずっとシドニーさんは納豆も生卵も NG だから、あの、そっか。しのりさん、納豆もダメか。遅っか。今俺、生卵 NG だと思ったけど。どうぞ皆さん、お先に会話してください。何も言わない。卵の話は全く入ってこれなかったね。うん、でもそんな80個あったときに、はい、他はなんか使わないですか？大体1日にもう結構な量を食べるので、割と、うん。卵かけご飯で？卵かけご飯で、意外とこう見えて結構食べる方で、大体1日、朝例えば、2つから3つ食べたら、夜もまた2つ3つぐらい食べるみたいな。生で生で、だから合計6個ぐらいは食べます、1日に。いやいやいや、卵かけご飯って1個しか使わないじゃないですか。ロッキーみたいに飲むってことですか？ロッキーみたいに生卵5個ぐらい入ったら5個みたいな感じで飲むってことですか？え、違う。お米、お茶碗で3杯食べるってことです。そうです、そうです、そうです。嘘！本当に。王子、失礼、体重ちなみに聞いていいですか？身長、体重。体重はですね、今55ですね。55？ はい。めっちゃ痩せてる。55キロ？そうです、はい。しのりさん半分ぐらいになっちゃうんじゃない？大丈夫？そこまでいかないか。半分は、半分はいかないか。私100ぐらいですよ、はい。本当に半分ぐらいになっちゃう。ほんまに、頑張ります、頑張ります。ご飯朝3杯食べるんですか？朝食べます。それは意外すぎますね。なんかたくさん食べてるように見えない。絶対俺食べないかと思ってた。ね、結構思われがちなんですけど、うん、意外と。ご飯とか炭水化物が特に食べないのかと思ってた。いや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 、もう炭水化物は大好きですね。あ、そうなんですね。はい。大好きって、お米が好きっていう感じです。はい、そうなんだ。お米が好きなんですよ。いや、だから先日、なんか TikTok 見てたら、王子がなんか田植えしてるから、はい、王子もいろんなことやってるなと思って見てたんだけど。そうですね、はい。お米好きだしみたいな感じで田植えに行ってたんですね。そうです、そうです。たまたま農家さんとのつながりができたので、じゃあ田植えをやってみるかいっていうことを言っていただいた、うん、あ、じゃあぜひぜひって言って1年間こう記録として取っていくという。ねえ、めちゃくちゃ楽しそう。そうなんです、うん、で秋には一応嬉しい収穫して、売ろうかなと。販売しようかと。そういうこともやられてる。で、その時に王子言うんでしょ、おいしいたかとか。あ、そうそうそう、おいしいたか。おいしい。言わないでください。あ、そう、まあ、兄さん、取っちゃダメですよ、もう。素晴らしいたかですよ。初めて見た時にね、どうしても使いたかったの。素晴らしいたか。いいですね。嬉しいたか。嬉しいたか。いいですね。いいたか。いいね。いいね。いいですね。大きく言ってもらうの嬉しいですね。嬉しい、嬉しい。嬉しいね。はいはいはい。じゃあ、まあそんな、平飼いの卵が、まあ、非常にこだわってると。はい、では、続いて王子、二つ目、普段の食事でこだわってるもの教えてください。